こんにちは。こんにちは。夫婦です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、やっと来ましたね。この長い1年、はい、1年以上かかって、やっと完成し、契約も済み、はい、皆様にお披露目することができました。嬉しい限りでございます。夫婦はあんまりコラボレーションっていうのをやらないんですよね。そうですね。すごく、まあ、うん、あの、なんていうんですかね、オープンなブランドじゃないかなっていうか、まあ、あの外交的じゃないんですよ ね、はい、あんまりうちにこもりがち、はい、うち弁慶チームですから、ね、はい、あんまりこういろんな接点を作りに行ってるタイプではないので、うん、まあ、でもこうやっぱりこれね、この時計の YouTube で言うことじゃないかもしれないんですけど、はい、やっぱり昔はね、5年もう始めたての時はなんか頑張って、うん、はい、気持ちを頑張ってクリエイターの集まりとかに行ってた時期もあるんですよ、はい、ですけども、まあ、やっぱり真面目にやってればやっぱり見るべき人が見てくれてるっていうのは、うん、まあ、私のこの8年の大きな気づきでございますので、今あの頑張ってあの社交的になろうとしてる人はですね、ぜひ真面目にやっていればこうやって出会いもあるかもしれないし、ね、うん、今私たちがいるこの場もですね、そうやってあの真面目にやってたら出会える人たちが出会えると、はい、出会うべき人に出会い、はい、作れるべきものに作れるということですので、はい、いや本当にこれを続けていきたいなと思っております、はい、まあ、自分がブランドをやっていて、まさかアルネ・ヤコブセンと一緒にものを作りコラボレーションができると思っていませんでしたが、ついに時計をできました、はい、そしてやっと皆様の手に、ね、お届けできる時期がやってきましたよ、はい、まあ、もう本当にまずはねこれをね見ていただいて、はい、じゃあちょっと寄っていただきましょうか、まあ、デンマークの20世紀のプロダクトデザイナー建築家でもありますアルネ・ヤコブセンのね、あの、まあ、プレスリリースとか投稿にも書きましたけども、もともと私はファッションデザインに華やかなコレクションの時代とかね、そういうものからじゃなくて、まあ生活に身近だったのは無印良品とイケアですよね、はいはいはい、カラーデザインってなんだろうって知り、うん、あ、北欧のこのスツールってなんだろうとかから、北欧デザインってなんでこんなになんか魅了され、人を魅了し、うん、歴史があり何が違うんだろうっていうところから、まあ、デザインって何なんだろうみたいな勉強していったので、もちろんアルネ・ヤコブセンの作ってきた時計以外のね建築やプロダクトも通ってきている身ですから、はい、まあ、こうして一緒にというか、ヤコブセンが残したローマンというね時計、あの市役所だったかな、デンマークに使う本当に実際にある時計を、まあ腕時計にしてやり、掛け時計が一番有名なのかな、腕時計にしているやつなんですけども、それに僕らのまあずっと作ってきているおなじみのグランドマザーベルトですよね、でディティールをベルトに施して音を仕込み、そして文字盤の色味もちょっとやっぱり夫婦って言ったらクラシックなね、うん、雰囲気がまあ合いますから、真っ白だとちょっとねブラックドレスとか、クラシックなジャケットとかに合わせた時に落ち着いたように見えるようにトーンもね、こちらで選ばせていただいたこのコラボレーションですね、はい、まあ、あとね、例えば僕らそれこそベルト革小物やってきたり、はいろいろやってきてるんですけども、そういった時に気になるのはやっぱアフターケアね、うん、だって僕らは服のプロではありますけども、時計のプロではないですから、そうですね、初めてだし、自分たちでそのアフターケアの窓口とかも全部用意したりすると、まあ混乱させてしまったり、なかなか安心できないよと思うかもしれないんですけども、こちらはなんとしっかりしております。まあ系ですからいろいろありますよ、電池交換とか、うん、いやベルト交換できるんかいとか、あーそうですね、ね、いろいろと不安はあるので、はい、うん、長く使っていただけるんですかと心配になりますけども、いかがでしなもんでしょうか、こちらですね一応今回用意されたみたいなね話流れでした、はい、今回あの実は販売も夫婦だけではなくて、あの別の一緒にコラボレーションさせていただいているお店さんでもあの出していただくんですが、そちらが時計のプロなんですね。なるほど、ヤコブセンのあれですよね、つまり、はい、
日本代理店というか扱ってるメーカーさんですね。はい、はい、そのメーカーさんがも時計のプロなので、そちら の, あのメーカーさんの方にお問い合わせをしていただく形になるかなと思うんですが、はい、まあ、基本的にそちらでリペアセンターの方がありますので、そのあたりはあのそちらにお任せいただければと思います。はい、まあ、基本的によくあるのはやっぱ電池の交換、うん、だいたいやっぱり2年くらいでその電池は切れちゃうみたいなの で,、うん、であと最初に入っている電池はまああの2年よりももう少し短く切れちゃう可能性があるみたいなんですね、うん、結構だそういう時は全然いつでも交換できるよっていうところすごいと、あとはベルトの交換も一応していただけます、うん、はい、であの夫婦ではないんですけど、ベルト単体の販売っていうのもそちらのメーカーさんでは行う予定になっているので、うん、まあ、もしあのなんだろうベルトをもう一本欲しいよとか、ご自身でねもしかしたらあのヤコブセンの時計をお持ちの方とかは、うん、あ、そもそもねこのローマンを、はい、まあ、ちょっとこの文字盤は夫婦オリジナルですけども、そうですね、ご自身のものにベルトだけでもちょっと付け替えたいなとかがあれば、そういったこともできると思いますので、はい、ちょっとだからこれがさ今裏見ながらすみません今気づいたんです、ここで取れるんだね簡単に、はい、取れます、見てください、ちなみにダブルネームのロゴがこちらに施されております、はい、かっこいい、ここにはやはり載せない、うん、こっちに夫婦はね、はい、しっとりといるのがいいと、これでグッてやったらこうやってほら、そうですね、ここで取れるタイプのやつですね、でちなみにこの時計のやっぱりここガラスじゃないですか、はい、なのでそういうところが、はい、まあ何かの衝撃で割れたりっていうこともなくはないと思うんです、はい、そうですよね、一応このガラスがサファイアガラスっていうものになっていて、はい、まあ、割れる可能性は非常に低いだろうと言われているものなんですが、強いんだ、まああのね、できればいろんなところに連れて行っていただきたいですから、はい、山登りした時とかにもしかしたら、うん、ね、そりゃガラスが割れる時があるかもしれない、普通に山登っててどんなタイミングでガラス割れるんですかね、なんかその氷が降ってきたとか、うん、どこに山登り行ってるんですかね。いや、まあ、やっぱあれでしょ。あの扉開ける時とかの、確かにガン。そういう生活でいいでしょ。で一応そういった、まあ、ガラスが割れたであったりとか、うん、まあ、金属部分のところ、あとケースの傷だったりっていうところも、はい、一応すべてアフターケアとしてそちらのメーカーさんの方で対応いただけるようなので、素晴らしいですね、夫婦の商品ページの方にも一応そのリペアセンターさんへ の,、はい、リ, ンクのリンクは貼っておきますので、うん、そちらからすぐに行っていただくことも可能です、はい、ありがとうございます、はい、ですかね、はい、そういったところ一応あのいくつか多分お客様からご質問をいただいて、うん、いたのでそちらもちょっと回答していきますか、はい、ありがとうございます、はい、ですね、ケースのサイズは34ミリですか、そうでした、はい、幅34ミリ厚さ 8.5 ミリ、うん、重さ27グラムです、そうかに軽いね、ベロアのキューティングのワンピが1400グラムでしたから、確かにで、電池交換は可能ですかというご質問なんですが、まあ、先ほど、うん、あのお伝えした通り、うん、リペアセンターへお問い合わせいただければ変えていただけますし、まあ、町の時計のお直し屋さんとかでもまあいいんですかね、いや僕ねそれやったことないんだよね、私も時計の電池変えるっていうことをまずやったことがなくて、うん、やったことないんだけど、やったことあるよあるよ、やったことある人っている、事務所のメンバーでやったことない、まず誰も時計をしているところを見たことがないです、確かにね、本当だね、はい、してないもんね、はい、本当だね、本当アップルウォッチでさえしないですね、僕も本当に稀してるとこ見たことないでしょ、ケイナちゃん昔してなかった、アップルウォッチだよね、目覚まし時計として使ってますって、はい、はい、それこそ本当に時計って
ファッションアイテムですよね。あの、うん、スマートウォッチはもちろん日頃ね便利だから使えるけども、本当に時計ってファッションアイテムだと思うんですよ。だから僕も ほぼ仕事ではしないです、逆に、うん、なんでかっていうと、もうその時計で どういう人なのかなっていうのを、まあ、見定められてるって言ったらすごく脅迫観念に駆られすぎて考えすぎだろうって思えちゃうかもしれないんですけど、やっぱりなんか自分のアイデンティティをちょっと表現するあのファッションアイテムだと思うんですよね。よりその思考度が強いものだと思うんですよ、うん、なのでまあなんかこういう風に自分を表現したいなっていう時に結構使うことがまず多いんですよ僕。なるほど。でそう考えた時にいい意味であの余計なバイアスがかからずに、うん、おしゃれに見えて、あその時計どこのって聞かれるものって本当に少なくて、もう高いも安いも古いも新しいも結構いろいろ見るんですけど、はい、なんかこれなんかそのうまい具合のおここいいとこつくなみたいなのをやっぱ選びたいじゃないですか、うん、こうなんか一個俺違うぜみたいな思われたい時に、はい、なんか僕にとってこれはすごくその表現をするのにふさわしいアイテムだなと思うんですよね、うん、まあ一個僕と皆さんに違うのは、僕はもうこれの夫婦のデザイナーだからしてると、まあなんかこうそれはもうそのまんまというかその印象が強くまたなっていいじゃないですか。そうですね。うん。でもこれどこのってやっぱ聞かれると思うんですよ、時計この時計してたら、うん、でその時にあヤコブセンと夫婦のコラボウォッチだよっていうことのなんかちょっと優越感というか知ってるみたいな、なんかへーってやっぱなるじゃん。やっぱそれってファッションって楽しいんですよ。であとは例えば夫婦知ってる人がいて、あそれもしかしてっていう、そのやっぱファッションで秘密と秘密交換するようなコミュニケーションが楽しい部分もあるので、秘密お互いのこう秘密、こうなんかあそれもしかしてなんとかのあれでしょみたいな、古着とかそれも楽しいじゃないですか、何年代のあれでしょみたいなのも、まあ、そういう楽しみもできるので、それに本当に僕はふさわしいものになるだろう。まあ僕あのグランマベルトもそういう気持ちで作ったりするんですけど、なんかそういうこう、まあ、やりすぎることがいい悪いじゃないですよ、やりすぎてないくらいのものを目指したいと思っているので、なんかそのいい塩梅の商品になったんじゃないかなというふうにこの時計をね改めて見て思いますので、まあ、ぜひですね、これもだからその販売店さんによっては長く販売されるわけだし、そうですね、僕らのとこでもねやっぱ人気があれば何度も何度も置いておきたい商品ですから、うん、はい、あれこれブティックには置くの？一応置く予定です。あ、じゃあそこでも多くな多く入荷する予定ではないんですが、先行予約が始まるわけでしょ、はい、ドキドキだよね。あのいろいろ説明しなくていいんですか？また始まった。え、例えばベルトが今回その夫婦のグランドマザーベルトのデザインを踏襲したもので、はい、うちからまあ開発をしていただいたんですけど、うん、まあ、こういったまあ、そもそも時計のベルトにこんな金具って必要ないじゃないですか。まあ本当に装飾だよね、はい、でも本当にこのバックルもベルト、うん、いや本当そのまんまだね。そうなんです、お洋服のよく見るとなんかこれ時計ってなるんですよ。今これ撮ってる画面で見ると普通にグランドマザーベルトだってなる。その革の雰囲気がちょっと違うんだよね、若干やっぱガラスすぎるとあの時計のベルトとしては強度が良くないので、はい、でもここの裏のさこれもさ再現してもらってさ、それなんですよ、それすごくないですか？すごい、これを語りたかったってことです、はい、ありがとうございます。補足していただいて、いや本当にここの金具からそのままで、なんか強度テストとかしてくれてね。はい、そうなんです。こちらもあの、うん、やっぱり一筋縄ではいかなくて、一筋縄では、まあそうだよね、こういうのってね、はい、言うてもあの本当はね、それこそ最初はグランドマザーベルトの実際の革を使おうかっていうところからあったんですけど、うん、やっぱり時計には時計の適したものがありますので、まあいろいろなこう相談を重ねていってこのベルトになりました。わ、すごいいいね、いい感じの T シャツ、犬が可愛くてなんかすごい、ね、あーすごいドーベルマン、ラブラドールトリバーか。違いますよ。え、これ何書いてあるのか、ロデシアンディジェバック、犬の名前でもじゃないですか。え、ラブラドールレトリバーじゃない、これ違いますよ。え、これ違うよね。え、ラブラドールレトリバーじゃない、
のなんか狩猟犬ですよこれは。あ、ロデジアンリドバックなのかな、じゃあやっぱリンドバック。いや、いい T シャツですね。はい、あ、すごい犬がこっち見た。はい、ということで、はい、あ、なんかフィットしますね。あ、いいですね、フィットする暮らし作ろう。暮らし君もよろしくお願いします。急に。はい、ということで、はい、末永く販売していきたいと思っております。関わっていただいた方ありがとうございました。竹原君ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。